お疲れ様です。おや？はい。ここで景色を眺めながら飲もうと思いまして。同じですか？恋人ですからね。いいですね。どうかしました？今日は持ってきていないのでは？どこかへ落としたということですね。あ、大事なものではなかったんですか？そうですか。兄さん、まだ帰ってなかったんですね。ちょうどよかったです。いえ、こちらを探してました。意外とすぐに見つかりました。洗濯してる時に見たハンカチなので、確か刺繍の葉が一枚ほつれてますよね。それに兄さんの匂いもしたので間違いないと思います。臭くはありません。どうして兄さんが臭いという話になるんでしょうか？はい、だから見つけられました。それが何か？まあ、そうですね。あ、でしたら、このまま、もう少し撫でてください。洗濯の時間です。といっても、洗うものを分けたり、下着をネットに入れたら、あとは全自動なんですけどね。楽なものです。あ、パンツ。
ないという印象はありませんね。でも普段の匂いとは少し違いますね。汚れがあったら先につまみ洗いをした方が良いですし、よろしくお願いします。